そのまあ、日本と韓国に似たようなです、ね、その両国で世界大会を争うというのは、うん、事例が多いんですよね。チャッチャイダッチボーイジム対マニーパッキャオの一戦です。チャッチャイは暫定時代も含めて今回が5度目の防衛戦になります。一方のマニーパッキャオは世界初挑戦、こちらが赤のトランクス、挑戦者のマニーパッキャオです。一方チャンピオンの方は白のトランクスを履いています。さて浜田さん、はい、試合前の一言ワンポイントはどこに置かれますでしょうか。あのどっちかというとチャッチャイ、安定、チャンピオンになりつつあると思うんですね、はい、そのチャンピオンに対して、パッキャオ敵地で、打ち込めるだけのエネルギーがあるかどうか、エネルギーがあると面白い選手だと思いますよ。そうですか。挑戦者はサウスポーです。マニーパッキャオ WBC 世界フライ級のタイトルマッチ、まもなくゴングであります。両選手がすでにコーナーに分かれましたが、応援がすでに今声援が湧き上がっていました。ゴングです。試合開始。もう一度お伝えしますと、白のトランクスがチャンピオン、チャッチャイダッチボーイジムです。挑戦者が赤のトランクス、ランキング4位フィリピンのマニーパッキョーです。パンチ力を持っています。ボディを打ってきました。サスポースタイルパッキョーです。97年5月、チャッチャイは暫定王者となりました。まあ、暫定というのは有利選手が当時拳を骨折しまして長期療養中でした。そのため暫定王者となりました。そしてその正王者でした有利選手と97年11月対戦しまして正式王者となりました。まあ、その有利選手との試合というのは有利選手がちょうど V10 10度目の防衛戦だったんですが、有利選手それを達成することができなかったわけです。チャッチャイが阻みました。前に出ていきます。屋外での試合です。左を出しました。割と立ち上がりから浜さん、はい、今日お伝えした3試合の中ではこの試合というのは割とお客さんがですね、立ち上がりからいつものような感じで湧きつつありますね。うん、まあそうですね。やっぱりあの安定王座のなんていうんですか、スピーディーなところは最初から行くだろうという予想を しているところもあると思いますね。なるほどね。そういったチャンピオンにかける期待あるいは思いというのもそれぞれの選手に違いがあるでしょう。右のボディーブローチャッチャイです。小泉さん、このチャッチャイというのは、まあ、何人かチャンピオンがいる中でどのくらいの人気を誇っているんでしょうか。まあ、チャッチャイは技巧派なんですよね。ただですね、有利に勝ったと、有利っていうのはもうタイではビッグネームですよね。マンチャイ来てかせるにそのノックアウト勝ち2連してますし ね、 そ, うですね、まあ、それに勝ったっていうことでその評価は高いですね。なるほど。そういった過去の音を見合わせました。打ち下ろしました。キャリアも踏まえてのこのチャッチャイの声援、右です。アグレッシブです。非常に攻撃が多彩でも有名です。チャッチャイ、これがプロ35戦目になります。プロ35戦目いっぱいだけしています。ただ一番タイでやはり現在人気があるのはサマン・ソーチャトロンなんですよね。やはりまあ倒し屋ですからね、そして長期政権ですからね。一方のフィリピンのパッキャオ、これが25戦目になります。非常に若い強打の左のファイターであります。現在21歳、完全な正面的なファイターですね、この選手は。そうですか、はい、赤のトランクスパッキャオ、あのジャッジ席に内田正和さんの顔が見えますね。向こう側ですね、はい、ジャッジのうちの一人に入っています。内田さん、左を出していきましたが、ここでゴングです。第1ラウンド終了しました。いかがでしょうか。まあ、1ラウンド目あの軽い速いパンチなんですけれど、はい、まあ、的確にヒットしているのはチャンピオンチャッチャイの方ですね。10対9チャッチャイです。あのプロフィールのことなんですけれども、挑戦者のフィリピンのパッキャオはですね、76年の12月生まれ、21歳という情報なんですが、他の情報も何かこうあるらしいですね。いや、私はそれはフィリピンで聞きましたね。実は78年生まれでまだ19歳だっていう説もあるんですね。まあ、日本のようにですね、戸籍制度がしっかりしてないですからね、はい、あのバースサーティフィケート、誕生証明書っていうのをフィリピンでは出すんですよね。なんかそこで結構ミスがあるらしいんですよ。あ、そうですか、そうしますと何か19歳のが正しいような感じもありますね。本人たちとか周囲は19歳だって言ってるんですよね。あ、まあ、それこそ若き左のファイターというキャッチがぴったりになってきます。マニーパッキャオです。
一方のチャッチャイの方はチャンピオンは28歳です。 WBC 世界フライ級のタイトルマッチ12回戦。まあ、私がルイス・エスピノサのマネージャーしてた時にですね、同じエルムジムで練習してたんですけど、マネージャーにならないかっていう話があったんですよね。え、このパッキャオですね。ああ、そうなんですか。で、練習見て私辞めたんですね。調査的にはちょっとダメかなという感じだったんですか。やはりちょっと避ける感が良くなかったですね。だから、ディフェンスをおろすかにして、ともかく打つこと打つことでですね、もうそれを防御にしてくるタイプですね。じゃあここまでタイトル戦まで来るとは思って、まあ、いなかったわけですね。いや、この選手はですね、やはりそのパワーありますね。そしてただ避ける感がないんですよね。ああ、だから強い弱いじゃないんです。やっぱり好みっていうのがありますから。ジョーさんの好みではなかった、はい。ジョーさんに捨てられた赤のトランクス、マニーパッキャオ。まあ捨てたわけじゃないんですよ。話し合ったんですけど、私は断ったんですね。練習を見て、という赤のトランクスはそのパッキャオです。白のトランクスがチャンピオンのチャッチャイ。浜さん、立ち上がりの2人の印象は、おお、右ハンター、右だよ、右行きました。チャッチャイチャンピオンです。突然の右でありました。まあ、今のパンチを含めて浜田さんどうでしょう、はい、その立ち上がりの2人の印象は。チャンピオンのチャッチャイとすると、まあ、サウスポースタイルが得意かどうか分からないんですけどね、今見た限りではやりやすいと思いますよ。あ、そうですか、はい、挑戦者のパッキョが、はい、正面的な選手 ですからね、やりやすいと思いますね。正面的というのは正面からまっすぐ来ると、正面からしか来ないと。あ、左ストレート、まさにこれはそうでしょう、パワーはありますけどね、読みやすいですね。相手の出方が読めずですね。あ、戦前の予想ではその2人を比べた場合、パンチ力だけはこのマニーパッキャオチャンピオンを上回っているだろうと、こういう評価が下されています。今右フック空振りしてバランス崩しましたけどね、ああいった崩し方をよくするでしょう、この選手は。今のボクシングからは結構すると思いますね。そうですね、今もすかされました。飛び込んでいったところ打ち込まれています。前につんのめって非常に無防備になる時がありますね、挑戦者のマニーパッキャオ。まあ、正面的ですからね、挑戦者の右のガードをですね、はい、まあ、今ちょっと低いんですけど、盛んに上げながらやる時があるんですね。今の感じで、はい、右のガードを常に上げるという練習をしていると思うんですね、はい、打つ時にはですね、攻めに行く時には右が下がってますね。今は上がってますね。今普通のホームレスが上がってますよね、攻めに行くとか右が下がりますからね、はいはい、ですからチャンピオンとすれば左をどんどん打っておいて崩しておいて、右ストレートを叩くやり方だと、本当にやりやすいでしょう。なるほど、はい、挑戦者サウスポーの利点はほとんどないですね。ないですか、はい、サウスポーの悪いところ結構出てますよ。なるほど、第2ラウンド終えています。小泉さんどうですか。まあ、このラウンドもチャンピオンのチャッチャイのラウンドですね。シャープな右のカウントありましたね、はい、この今こういったところは右全くガードが下がっています。上げるときは上げるという感じですが、打つときに攻めに行くときに下がってくるんですね、はい、こういったものは小泉さんがこう見ていたときも感じられたものですか。まあ、ともかく、はい、スパリング相手を打たせるんですよね。あ、それでもうところが結局体パワーでですね、相手コーナーロープを押し込むんですけれど、パンチのある選手やったらこの選手危ないなと。パッキャオ自身にはパンチあります。はい、第3ラウンドです。 WBC 世界フライ級のタイトルマッチです。チャッチャイダッチボーイジム対マニーパッキャオ。ダッチボーイジムというのはこのリングネームでありまして、先ほど向こうが泰国のスーパーでは、ササクルという、ね、名前が出ていました。チャッチャイササクルです。これが本名なわけですか。そしてタイ語ではですね、最後の L は N の発音になるんですね。ササクル、ササクルなんです。これがこの名前でオリンピック、ソロオリンピック出てるんですね、はい。その後ですね、この選手名前、2度変えてるんですね、チャッチャイエリートジムっていう名前になりました。で、今度そのスポンサーが変わりまして、もうチャッチャイダッチボーイジムですね。もう紛らわしいことこの上ないですね。そうですね。でもチャッチャイはそんなに変えてない方じゃないですか。もっと変えてる選手はいっぱいいますもんね。まあ、鬼塚選手と戦ったですね、はい、頼むさくシスボーベですね、はいはい。まあ、この選手は6度名前変えましたから ね日本の落語家じゃないんですからね。
どん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 そういう名前を変える選手がタイ国にはいるということであります。なんか縁起を担ぐということもあるんですか。生命学っていうのがありましてね、はい、そして負けたりしてその新しいのを呼び起こすためにですね、名前変えたりすることがあるらしいんですね。というキャッチャイ、この試合はダッチボーイジムというリングネームです。日本も、まあ、欧米の国から比べると結構名前変える方ですよね。あ、そうですか。まあ、戸口選手がピューマ戸口になったり、戸口貴人選手になったりとかね。浜田さん、浜田剛選手は浜田剛選手のまんまですね。まあ、やっぱり普段であると、まあ、本名がいいんじゃないかなと私は思いますけどね。そうですよね。ただ彼もあの歴史の史ですね、一番下のね、はい、4文字目ですね、たんですね、はい、それはやはりあのおーっと突っかかっていきます。浜田さん、それをつけた方が先が開けるという意味、まああの勝負師はそういったあの自覚ですか、王と勝つのことをちょっと言われて、はい、そして実際ねこの今の歴史の詩をつけてこれ本名なんですよ。あ、本名になったわけですね。なってます。なるほど。ドリブルです。左激しい打ち合いになりそうです。このラウンドはパッキャオよく出てますね、出ていきます。頭またきました。右振った、インサイドから打ち返してくるのはチャッチャイ。ちょっとパワーで押されてますね。そうですね、大振りながら出ていきます。というのはあのチャンピオンのパンチが軽いんで、お打たれても打たれてもどんどん前に出ていっているわけですよね、はいはい、ぐいぐい出ていくシーンがこのラウンドありました。第3ラウンド終えています。このラウンドは挑戦者パッキャオのラウンドですね。はい、だいぶ構成を評価したものですか。そうですね、まあ、構成していいパンチ当たってましたね。あの左の、まあ、フックですね、はい、そして右フックもそのヒットしてましたし、パッキャオというのはですねウェイトがきついんですよ。あのともかく体がですね身長168か70ちょっと切るぐらいあるんですよね、はいはい、で大柄ですしね、そのウェイトはきついんですよね。今回は両者とも 50.8 リミットですね。激しい打ち合いになります。第4ラウンド WBC 世界フライ級のタイトルマッチです。現地の収録素材をそのまま使用しています。したがって最後の実況が入っているという感じになってしまいますが、最後お分かりの方は両方お楽しみいただきたいと思います。今ちょっとバックハンド気味だったですね。バックハンド手の甲で打ってしまうパンチです。出ていきました。いや浜田さんアグレッシブですね、やっぱりパッキャオ本当に正面的ですよね、まあ、ウェインではこれ通過していますけども、今現在はもっとかなり重くなっていそうですね。これだけの身長があります。挑戦者のマニーパッキャオランキングは4位です。フィリピンの暑さとこのタイ国の暑さ種類が違うそうです。ここにうまくマッチしているんでありましょうか。マニーパッキャオ赤のトランクス見事です。左スピードがあります。とにかくチャッチャイダッチボーイジム外から打ってくる挑戦者に対してインサイドから速いパンチを当てていくチャッチャイ。挑戦者は前に動きながら右にプレッシャーかけるといいんですけどね。前に動きながら右に、今あの前一辺ってことですね、だからどんどん左フック上から落とされてるわけですよね、はいはい、これは右に動きながらだと、チャンピオンもあの動きが止まっちまうんですよ。一つの、まあ、コーナーの詰め方、ロープの詰め方の方法なんですけどね、はい、おーと左足いやタイミングで厚いきました。合わせました。左です。挑戦者タイミングというよりも今はもう力で、押し切ったというやり方ですね。ドーンという感じでその前に左フック落とされてるんですよね。上から落とされながらも一緒に、打ってパワー勝ちしてますね。チャンピオンも当てはいするんですがこの前進は止まりません。チャンピオンのパンチが全然効かないですね。あちょっとチャンピオンこのバックステップかなりもう下がっていますけども困っているような感じ。あっと左当てます。当たるんですけれども効かないですね。ですね、そんな感じです。右を当ててすぐさまこの身を引きます。ここにパッキャーのパンチが飛んできます。残り30秒。
おっと当てます。ちょっとオープンブロー気味か、打ち下ろしました。チャンピオンパンチ右、右から左です。当てています。左のストレート、相手のガードを突き破ります。まあ、パッキャオっていう選手はもうこれしかないんですよ。ガンガンいって自分の強いパンチを相手に叩きつけるしかですね。第4ラウンド終えました。まあ、このラウンドですね、その構成は圧倒的にパッキャオですね。たまにそのちゃっちゃいそのパンチヒットしてるんですけど、パンチ軽いですね。パンチの効果っていうのを考えるとですね、ラウンド全般について私パッキャオが肩口に強い左ストレートあった時ありましたよね、はい。まあ、あれもダメージと考えまして、あのパッキャオですね。浜田さん、このラウンドどう見ました？私も挑戦者パッキャオです。ダッチボーイの当てているパンチあるにもかかわらず、やっぱりこれを言ったパンチの方が印象は強いですか？効かないですね。チャンピオンパンチが効かないですね、本当に。したがってこういうパンチをやっぱり取ってしまうと。グイグイ出てきます。自信を持ちましたか？第5ラウンド、あの前に前に行ってますよね、右に右に行くともっと攻めやすいですよ。前にじゃなくて右にですか？右に右に。そうするとチャンピオンの周り口を塞いでしまうことになりますね。なるほど、なるほど。しかし、まっすぐ行ってみます。右から左、ラード上げました。なるほど、チャンピオンのパンチは手打ちになってますからね、効かないでしょ。おさらながらの打ち方になってますから、やっぱり。おー、いきなり来ました。これが序盤ではヒットしました。右、大きく振りました。今なんかもか、あの空振り、されながらでも押されてますよね、ものすごい勢いで打ち込んでいきます。マニーパッキャオ、フランスが一回グッと上に上がってしまいましたので、自分で下げました。右当てます。左入れ替わりました。さあ、今度はチャンピオン構成を取ります。ラビットパンチ、ちょっと上から、まあ、後頭部打ってはいけないということで、ね、注意を受けています。まあ、勢いでやったような感もありましたが、ちゃっちゃいダッチボーイジム、とにかく体格、それからパワーを生かしてぐいぐい押していきます。マニーパッキオ、この挑戦者相手に下がる一方です。ロープに押し込まれています。今度はコーナー、屋外で行われています。タイのプタモントンというところ、 WBC 世界フライ級のタイトルマッチ12回戦、フィリピンから乗り込んでまいりました挑戦者のマニーパッキャオ、世界チャンピオンになるチャンス、世界初挑戦であります。一方のチャッチャイは5度目の防衛戦、ブロックします。チャッチャイは前回4度目の防衛戦、98年5月に行っています。タイで行いました。相手はチャン・ヨンスン、5ラウンドノックアウト勝ちを収めています。以来6ヶ月、ちょうど半年空きました。チャッチャイダッチボーイジム、このラウンドは出花出花チャンピオンうまく叩いてますね、はい。これもそうでしょう。一方パッキャオのパンチは全然ヒットしてないですね。一回右に動きます。チャッチャイの、いや、挑戦者の動きが止まりましたか。なかなか入っていけなくなりました。左当てます。チャンピオン、ここでゴングです。第5ラウンドを終えています。まあ、このラウンドはそのチャンピオンチャッチャイのですね、クリーンヒット取りたいと思いますね。10対9です、はい。チャッチャイダッチボーイジム対マニーパッキャオの一戦をお伝えしています。 WBC 世界フライ級のタイトルマッチ12回戦です。このチャッチャイ、まあ、いい点悪い点両方挙げてもらうと、その攻め込むならば小泉さんはどこを攻め込んでるのが一番いいと思いますか？まあ、この選手はですね、やはりそのそれを打たれ強くないですよね、ただその分ディフェンスがうまいですよ、で、まあ、フットワークもありますし、そしてジャーブ、そしてカウンターも取れます。だからそういうところで技術的にはですね、非常にシャープなもん持ってますね。
だからただですね、ぐいぐい来るファイターにはですね、決して強くはないと思うんですね。なんかファイタータイプの選手としては、相手をコーナー、ロープを追い詰めてですね、打ち合いに持ち込むことですね。なるほど。まあ、浜さん、はい、このラウンドは今出ていくとき、ちょっと出鼻をくじかれていますけども、パッキャオとしたら同じような感じで、まあ、入っていきながら右回りでしたけど、右回りというのもですね、あのただ正面ですよね、ただ前に行きながら相手のチャンピオンが自分のですね、自分の挑戦者パッキャオの右に右に動いてるわけですよ、はい、それを動かさないように、まあ、右斜めに動いていくというふうにすると、どんどんロープに詰め切れますから、なるほど、はい、チャンピオンが、チャンピオンが自ら早めに攻撃をしていきます。右ストレートのボディですね、はい、あれが結構はヒットしますか、まあ、というよりパッキャオ避けないですからねかなり体に自信があるんでしょう。パッキャオ相手のパンチを自ら体で吸収してしまいます。受けてしまいます。見るからに頑丈そうな体、同じ軽量ではウエイトだったんですが、一回り大きいマニーパッキャオ、このように突っかかっていきます。ちょっと前に泳ぐような格好も時折見せます。マニーパッキャオ、まあ、パッキャオはですね、まあ、唯一の1敗トレカンポにですね、はい、3ラウンドワンパンチでノックアウトされてるんですね、まあ、同国人ですけど、して、まあ、そうテクニックある方じゃないんで、あの東洋太平洋タイトル取った時もですね、直チャイ、まあ、3K バッテリーですね、はい、まあ、これにポイント負けてたんですよね、そこはワンパンチ逆転 KO ですよね。チャンピオン、暫定チャンピオンとなりまして、1度目の初防衛戦もその暫定のまま防衛に成功しています。そして2度目の防衛戦が、あのユージ選手でした。あれはあの月サムドームで、グリーンドームで行われました一戦だったんですが、そこで正チャンピオンとなっています。まあ、ユーリ選手はですね、やはりブランクの影響がありましたから敗れましたけど ね、まあ、1戦目なんかはやはりユーリ選手のうまさ、強さ、速さが出まして、まあ、初戦はユーリはチャチャに勝ってるんですよね。チャチャが1敗してるんですが、その負けというのはユーリ選手の1敗だけですからね。そうですね、ユーリ選手がそのこの選手に黒星をつけています。だからいっぱい負けてるわけじゃないんですよ、もう一度負けただけなんですね、はい、ということです。戻っています。さて浜さん、挑戦者に何か変化は見られました、はい、左、やっぱり、ちょっと休んだところあったんですけどね、挑戦者がまた前に出てきましたね。まあ、今のところチャンピオン、しぶきはですね、ストレート腹ですね、うん、この辺りでゴングでしょう。今なりました。第6ラウンド終わりです。まあ、このラウンドもチャンピオンの右ストレートのボディがヒットしてますから、ポイント的にはちゃっちゃいですね。はい、ちゃっちゃい。ダッチボーイジム、88年のソウルオリンピックライトフライ級に出場しています。メダル獲得までは進むことができませんでしたが、チャッチャイ、今回はフィリピンのマニーパッキャオを迎えています。今ですね、ちょうど、はい、まあ、ロープの外から頭突っ込んでる、あれアメリカ人のコーチリック・スタヒリ、彼がその新しいトレーナーになってですね、ちょっとバランス直ってきてますよね。パッキャオですか。はい、前はもっと空振りすると前のめってましたけどね。第7ラウンドです。21歳とも19歳とも言われていますマニーパッキャオ、少々荒っぽいところが、まあ、逆に魅力でもありましょう。チャチャイを手こずらせています。まあ、アメリカ人 の、 このコーチ、あのリック・スタヒリについてですね、ちょっと面白い話があるんですね。でしょうか。タイに入ってからそのチャッチャイの練習見たらしいんですね、はい、そうするとですね、とてもチャンピオンはうまくて強いと、とても勝てないって言って弱気になれたらしいんですね、それをなんとパッキャオに行ったらしいんですよ、それでマネージャーのコレア氏がですね、リック、お前もうフィリピン帰ってくれそういういざこざあったらしいんですよね。
お前みたいに弱気なそのトレーナーがついてたら勝てるもんも勝てない、なるほど、そんなことがあったらしいんです。正直のトレーナーですね。おそれにすると、はい、そういうことは試合前はですね、勝てないと思っても選手にお前は勝てるんだっていうのがトレーナーの仕事ですよね、まあ、浜さん選手の立場にしたら嫌になっちゃいますよね、はい、そんなこと言われたらね。それ何にも考えないで言ったんでしょうね。あるいはこう反発心のある選手だったら何くそというふうに思って、いやだけどトレーナーはそれを言うことはそのあってはならないのに、トレーナーは選手を元気づけて勇気づけるのが仕事ですよね、はい、で勝つ方法を教えるのがトレーナーです。おーと大きなアグレッシブな動きにまた変わりました。第7ラウンド、また正面から正面から、これ右前右前に動くともっと攻めやすいですけどね、おー左ストレート、豪快強引です。本当に1回級違うぐらいの感じがしますね。第7ラウンド、浜さん先ほどちょっと休んでいた感がありました。またこのラウンド出てきました ね。さあまた体力回復したのか、ぐいぐい押してきます。フィリピンのチャンピオン止めきれないですね。完全に出られたらもう抑えますね。もう止めきれないですね。切れないですね。うまくかわしながらカウンターでもという感じもするんですが、でも自分のパンチが効かないという雰囲気がするんでしょうね。パンチを流されてしまいます。左ブロックされました。左が入った。右シオントランス、チャンピオン踏みとどまりました。さあようやく攻撃、前進が止まったようであります。チャンピオンはこれからどうしますか。向こう側ワンツー、チャンピオンもフットワークだけで逃げるのなしにですね、やっぱり出花をストレートパンチで叩いて動くと、ね、打つ方が先ですね。左当てました。フォーを捉えています。もう一回左、この辺りは挑戦者出るのを抑えています。残り10秒、ラスト、おー左ストレート、もう一回左を持っていきます。これは届きません。豪快な打ち方をします。また左を打ちます。7ラウンド目終了です。空振りしても空振りしてもよく前に出て打つでしょう。これがパッキャオのスタイルなんですね、まあ、このラウンド構成はパッキャオして、その、まあ、たまにクリーヒット当ててるのはですね、そのちっちゃいですね、これいいパンチ一発だけですね。あとはみんな大振りの空振りですね。まあ、このラウンドは私はチャチャにつけますね。浜さんは、私は挑戦者パッキャオです。このグイグイ出ていくところを買いました。はい、さあ7ラウンドです。第8ラウンドです。 WBC の世界フライ級タイトルマッチ、ジャッチャイ・ダッチボーイジム対マニー・パッキャオの一戦。まあ、パッキャオの試合いろいろ見ましたけど、こういうパターンが多いんですね。空振りしても空振りしても相手を追い込んで、でいつかその強いパンチで仕留める、あんまり上手い選手じゃないんですよね、おお、左ストレート当たってませんが握力いっぱいです。コーナーに追い詰まりました。ボディブロー出ていこうとするんですが、体を持って押さえつけます。しかし体力で押し切られてますね。そうですね、ちょっと旗色悪い。チャンピオンのジャッチャイ・ダッチボーイジム、お客さんもちょっとハラハラしながら見てるような感じがあります。チャンピオンはロープに詰まらない方がいいですね、何回り込んだ方がいいですね。抜けていきました。さあこの辺でテクニックを発揮するか、速いパンチを使います。ジャッチャイ右のストレート、左パーカット、当たってはいません。ボディブローをもらってしまいます。第8ラウンド1分が経過しました。マニーパッキャオがぐいぐい育成で、このリングの中央になりますとすごい打ち合い、おーと右手腹、右を合わせました。チャンピオンです。非常に激しい打ち合いが展開されています。左か右、しかし打ち合いというよりもパッキャオがぐいぐいと押し切ってしまう、そんなような展開になっています。ジャッチャイは出花を当てていきます。ボディブロー、左か右です。右のスレッド、チャンピオンのいい右のカウンターになりました。飛び込んでいきました。いいカウンター入っても出てくるんで嫌になるでしょうね。一瞬動きが止まっただけですからね。俺のパンチ全然効かないのかなというふうに思うでしょう。飛び込みながら右、しかしあれは評価されているでしょう。第8ラウンドです。左か右、そのボディブローか、左、さあ足が止まります。また前進を始めました。左から右ワンツー、とにかく右のストレート豪快なパンチをクリアしていきます。これだけはもらいたくないチャッチャイです。チャンピオンポイントを上げていきます。右から左、この辺はカバーされて、お頭を振ります。大きく振っています。挑戦者マニーパッキャオ、
背中を見せています。白のトランクスがチャンピオン、チャッチャイ。これが5度目の防衛戦です。ノジブロ鋭く入っていきます。チャッチャイ左のストレート、おっと交代します。左のストレートヒットしました。あの当たりはどうだったんですか。いや、今当たり方浅かったですよね。そうですか。ノジブロー随分押されたんですよ。左のストレートダウン、左のストレートダウンです。チャンピオンダウン。回り込めなかったですね。食ってしまいましたね。ロープに釘付けになりました。立ち上がれるか。立ち上がれ。ダメです。カウントアウトです。チャッチャイダッチボーイジム5度目の防衛ならず。パワフルな挑戦者マニーパッキャオの一発に沈んでいます。まあ、ついに当たりましたね。まあ、ファイタータイプの選手がそのボクサータイプを仕留めるときはこういうパターンになりますね。王座交代です。起き上がることができません。チャンピオンチャッチャイ浜さん、今の最後のおそらく一発が出てきますでしょう。この前からですね、どんどん押し込まれてますよ ね。 ですね。今のパンチなんかでも綺麗に当たってるわけじゃないんですけど、効いたんですね。ここでまともにもらってしまいましたね。これはもう完全に打ち抜かれましたね。あ、これは違うってことです。これは分かるかもしれません。完全に顎に打ち抜かれましたね。まあ、フォロースルーの効いた強いパンチですね。相手の顔面を打ち抜いてますもんね。バランスを崩すほどのフォロースルーは再三見せておりましたが、最後にそれがヒットいたしました。8ラウンドで勝負は決まっています。8ラウンド2分台、まあ、このラウンドも終わろうかというそんなマギアのパンチでありました。マニーパッキャオ新しいチャンピオンになっています。จนกระทั่งกรรมการบรูเนอร์นะครับชาวออสเตรเลียก็นับไปจนกระทั่งถึง10ของเราก็เสียแชมป์โลกในรุ่นไฟเวทของสภามวยโลกไปวันนี้นะครับเพราะว่าThis sports special.